あの人の現在。塚本隆、白髪になった原因は。また現在の衝撃姿も明らかに。映画やドラマに活躍中の塚本隆さん、以前は金髪姿だったこともあるのですが、現在は白髪姿でテレビに出演されていることもあります。その変わりようにファンでなくてもなぜ白髪なのか気になるところですね。今回はそんな魅力的な塚本隆さんについてご紹介していきます。現在の姿。現在の塚本隆さんは少し太った雰囲気があり、髪の毛は染め直しているようで、白髪はそこまで目立たないようです。 BS ドラマの千住クレイジーボーイズ時の塚本隆さんの姿に、ファンや一般視聴者の間でも太った姿が話題になったほどです。以前はかなりほっそりした体型だったため、中年になり少し肉付きが良くなったというファンもいるので、貫禄が出てきたと言えるかもしれませんね。2018年に放送されたドラマ「ホリデイ・ラブ」では白髪ではなく黒髪で出演されていました。役柄によっては白髪ではない時もあるようで、また白髪姿も見てみたいものですね。かつて数多くの作品に出演されていた塚本隆さんですが、あまり見かけなくなったという声もあります。ですがこれは本人が仕事をセーブしていることが原因のようでした。塚本さん自身が仕事を掛け持ちするのをあまり好んでいないため、一つの作品に集中するためにセーブしているのが原因のようです。最近ではインスタグラムもされているようですので、ぜひチェックしてみてくださいね。白髪姿がおしゃれに見える塚本隆さんについてご紹介しました。昔の塚本隆さんは金髪にピアスのイメージで、やんちゃな役柄も多かったように思います。最近の塚本隆さんは白髪を隠すことなく、おしゃれにさえ見えるその姿は貫禄たっぷりに感じますね。また結婚後に太ったその姿は SNS でも話題になり、むしろその中年太りした姿がいい感じという声もあるほどです。奥様の手料理を食べて幸せ太りといったとこでしょうか。これからまたどのように変わっていくのか、ドラマや映画の活躍も楽しみですね。